灯籠、太宰治。言えば言うほど、人は私を信じてくれません。会う人、会う人、みんな私を警戒いたします。ただ懐かしく、顔を見たくて訪ねて行っても、何しに来たというような目つきでもって迎えてくれます。たまらない思いでございます。もうどこへも行きたくなくなりました。 すぐ近くのお湯屋へ行くのにもきっと日暮れを選んでまいります。誰にも顔を見られたくないのです。真夏の時分にはそれでも夕闇の中に私の浴衣が白く浮かんで恐ろしく目立つような気がして死ぬるほど等枠いたしました。昨日今日めっきり涼しくなってそろそろセルの季節に入りましたから。 早速黒地の一重に着替えるつもりでございます。こんな身の上のままに、秋も過ぎ、冬も過ぎ、春も過ぎ、またぞろ夏がやってきて、再び白地の浴衣を着て歩かなければならないとしたなら、それはあんまりのことでございます。せめて来年の夏までには、この朝顔の模様の浴衣を臆することなく着て歩ける身分になっていたい。 縁日の人ごみの中を薄化粧して歩いてみたいその時の喜びを思うと今からもう胸がときめきいたします盗みをいたしましたそれに違いはございませぬいいことをしたとは思いませぬけれどもい,いえ初めから申し上げます私は神様に向かって申し上げるのだ 私は人を頼らない私の話を信じられる人は信じるがいい私は貧しい下駄屋のそれも一人娘でございますゆうべお台所に座ってネギを切っていたら裏のはっぱで「姉ちゃん」と泣きかけて呼ぶ子供の声が哀れに聞こえてきましたが私はふっと手を休めて考えました私にも あんなに慕って泣いて呼びかけてくれる弟か妹があったならばこんなわびしい身の上にならなくてよかったのかもしれないと思われてネギの匂いのしみる目に熱い涙が湧いて出て手の甲で涙を拭いたら一層ネギの匂いに刺され後から後から涙が出てきてどうしていいか分からなくなってしまいましたあのわがまま娘がとうとう男狂いを始めた。 と上結さんのところからうわさが立ち始めたのは今年の葉桜の頃でなでしこの花やあやめの花が縁日の夜店に出始めてけれどもあの頃は本当に楽しゅうございました水野さんは日が暮れると私を迎えに来てくれて私は日の暮れぬ先からもうちゃんと着物を着替えてお化粧も済ませ 何度も何度も家の門口を出たり入ったりいたします。近所の人たちはそのような私の姿を見つけて、それ、下駄屋の咲子の男狂いが始まった、など、そっと指さし、ささやきかわして笑っていたのが、後になって私にも分かってまいりました。父も母もうすうす感づいていたのでしょうが、それでも何にも言えないのです。私は 今年二十四になりますけれども、それでもお嫁に行かず、お婿さんも取れずにいるのは、うちの貧しいゆえもございますが、母はこの町内での顔利きの地主さんのおめかけだったのを、私の父と話し合ってしまって、地主さんの恩を忘れて、父の家へ駆け込んできて、間もなく私を産み落とし、私の目鼻立ちが地主さんにもまた、 私の父にも似ていないとやらで、いよいよ世間を狭くし、一時はほとんど日陰者の扱いを受けていたらしく、そんな家庭の娘ゆえ、縁同意のも当たり前でございましょう。もっとも、こんな器量では、お金持ちの家族さんの家に生まれてみても、やっぱり縁同意定めなのかもしれませぬけれど。それでも私は、私の父を恨んでいません。 母をも恨んでおりませぬ。私は父の実の子です。誰が何と言おうと私はそれを信じております。父も母も私を大事にしてくれます。私も随分両親をいたわります。父も母も弱い人です。実の子の私にさえ何かと遠慮をいたします。弱いおどおどした人を。 みんなで優しくいたわらなければならないと存じます。私は両親のためにはどんな苦しい寂しいことにでも耐え忍んで行こうと思っていました。けれども水野さんと知り合いになってからはやっぱり少し親孝行を怠ってしまいました。モースも恥ずかしいことでございます。水野さんは私より5つも年下の。 商業学校の生徒なのです。けれどもお許しください。私には他にしようがなかったのです。水野さんとは今年の春、私が左の目を患って、近くの名車へ通って、その病院の待合室で知り合いになったのでございます。私は一目で人を好きになってしまうたちの女でございます。やはり私と同じように、 左の目に白い眼帯をかけ、深いげに眉を潜めて、小さい辞書のページをあちこち食って調べておられるご様子は、大変おかわいそうに見えました。私もまた、眼帯のために、うつうつ気がうっして、待合室の窓から外の C の若葉を眺めてみても、C の若葉がひどいかげろうに包まれて、メラメラ青く燃え上がっているように見え、 外界のものがすべて遠いおとぎ話の国の中にあるように思われ、水野さんのお顔があんなにこの世のものならず美しく尊く感じられたのもきっとあの私の眼帯の魔法が手伝っていたと存じます。水野さんはみなしごなのです。誰も親身になってあげる人がないのです。 元はなかなかかの薬師問屋で、お母さんは水野さんが赤ん坊の頃に亡くなられまたお父さんも水野さんが12の時にお亡くなりになられてそれからうちが行けなくなって兄さん2人姉さん1人みんなちり散りに遠い親戚に引き取られ末っ子の水野さんはお店の番頭さんに養われることになって。 今は商業学校に通わせてもらっているものの、それでもずいぶん気詰まりな、わびしい一日一日を送っておられるらしく、私と一緒に散歩などしているときだけが楽しいのだと、ご自分でもしみじみそうおっしゃっていたことがございます。身の回りについても、いろいろとご不自由のことがあるらしく、今年の夏、 お友達と海へ泳ぎに行く約束をしちゃったとおっしゃってそれでもちっとも楽しそうな様子が見えず帰って打ちしおれておられてその夜私は盗みをいたしました男の海水着を一枚盗みました町内では一番手広く商っている大丸の店へスッと入っていって 女の簡単服をあれこれ選んでいるふりをして、後ろの黒い海水着をそっと手繰り寄せ、脇の下にぴったり抱え込み、静かに店を出たのですが、2、3軒歩いて、後ろから「もしもし」と声をかけられ、「わーっと大声発したいほどの恐怖に駆られて、乞ちがいのように走りました。「泥棒」という太いわめき声を後ろに聞いて、 ガンと肩を打たれてよろめいてふっと振り向いたらピシャンと頬を殴られました私は交番に連れていかれました交番の前には黒山のように人がたかりましたみんな町内のみ知った顔の人たちばかりでした私の髪はほどけて浴衣の裾からはひざ小僧さえ出ていました ままししいい姿だと思いましたおまわりさんは私を交番の奥の畳を敷いてある狭い部屋に座らせいろいろ私に問いただしました色が白く細表の金縁の眼鏡をかけた二十七八のいやらしいおまわりさんでございました一通り私の名前や住所や年齢を尋ねてそれをいちいち手帳に書き取ってから 急にニヤニヤ笑い出して「今度で何回目だね?」と言いました私はぞっと寒気を覚えました私には答える言葉が思い浮かばなかったのでございますまごまごしていたら牢屋へ入れられる重い罪名を負わされる何とかしてうまく言い逃れなければと私は必死になって弁解の言葉を探したのでございますが 何と言い張ったらよいのか、ごり夢中をさまよう思いで、あんなに恐ろしかったことはございません。叫ぶようにして、やっと言い出した言葉は、自分ながら無様な唐突なもので、けれども一言言い出したら、まるで狐に疲れたように、止めどもなくおしゃべりが始まって、なんだか狂っていたようにも思われます。私を牢へ入れては、 いけません。私は悪くないのです。私は二十四になります。二十四年間、私は親孝行いたしました。父と母に大事に大事に仕えてきました。私は何が悪いのです。私は人様から、後ろ指一つ刺されたことがございません。水野さんは立派な方です。今にきっと、お偉くなるお方なのです。それは私にわかっております。私は、 あのお友達と海へ行く約束があったのです人並みの支度をさせて海へやろうと思ったんだそれがなぜ悪いことなのです私は馬鹿です馬鹿なんだけれどそれでも私は立派に水野さんを仕立ててご覧に入れますあのお方は上品な生まれの人なのです他の人とは違うのです私はどうなってもいいんだ あの人さえ立派に世の中へ出られたらそれでもう私はいいんだ私には仕事があるのです私を牢に入れてはいけません私は二十四になるまで何一つ悪いことをしなかった弱い両親を一生懸命いたわってきたんじゃないか嫌です嫌です私を牢へ入れてはいけません 私は牢へ入れられるわけはない。二十四年間、勤めに勤めて、そうしてたった一晩、ふっと間違って手を動かしたからって、それだけのことで二十四年間、い,いえ、私の一生をめちゃめちゃにするのはいけないことです。間違っています。私には、不思議でなりません。一生のうちたった一度、思わず右手が一尺動いたからって、それが手癖の悪い証拠になるのでしょうか。あんまりです。あんまりです。たった一度、 ほんの二三分の事件じゃないか。私はまだ若いのです。これからの命です。私は今までと同じように辛い貧乏暮らしを辛抱して生きていくのです。それだけのことなんだ。私は何にも変わってやしない。昨日のままの咲子です。回数に一つで大丸さんにどんな迷惑がかかるのか。 人をだまして千円二千円絞り取ってもいいえ一心大つ潰してやってそれでみんなに褒められている人さえあるじゃございませんかろうは一体誰のためにあるのですお金のない人ばかりろうへ入れられていますあの人たちはきっと他人をだますことのできない弱い正直な性質なんだ人をだましていい生活をするほど悪賢くないからだんだん追い詰められて あんなバカげたことをして2円3円を強奪してそうして5年も10年も牢へ入っていなければいけないはははは、おかしいおかしいなんてこったはははハバカバカしいのね私はきっと狂っていたのでしょうそれに違いございませぬおまわりさんは青い顔をして じっと私を見つめていました。私はふっとそのおまわりさんを好きに思いました泣きながらそれでも無理して微笑んでみせましたどうやら私は精神病者の扱いを受けたようでございますおまわりさんは腫れ物に触るように大事に私を警察署へ連れて行ってくださいましたその夜は留置場に止められ 朝になって父が迎えに来てくれて私は家へ帰してもらいました父は家へ帰る途中殴られやしなかったかと一言そっと私に尋ねたきりで他には何にも言いませんでしたその日の夕刊を見て私は顔を耳まで赤くしました私のことが出ていたのでございます 万引きにも三部のり変質の左翼少女とうとうと美事霊句という見出しでございました。恥辱はそれだけでございませんでした。近所の人たちはうろうろ私のうちの周りを歩いて私も初めはそれが何の意味か分かりませんでしたがみんな私の様をのぞきに来ているのだと気づいた時には。 私はわなわな震えました。私のあのちょっとした動作が、どんなに大事件だったのか、だんだんはっきりわかってきて、あの時、私のうちに毒薬があれば、私は気軽に飲んだことでございましょうし、近くに竹やぶでもあれば、私は平気で中へ入って行って首をつったことでございましょう。二三日の間、私のうちでは店を閉めました。 やがて私は水野さんからもお手紙をいただきました。僕はこの世の中で咲子さんを一番信じている人間であります。ただ咲子さんには教育が足りない。咲子さんは正直な女性なれども、環境において正しくないところがあります。 僕はそこの箇所を直してやろうと努力してきたのであるが、やはり絶対のものがあります。人間は学問がなければいけません。先日、友人と共に海水浴に行き、海浜にて人間の向上心の必要について、長いこと論じ合った。僕たちは今に偉くなるだろう。咲子さんも、囲碁は行いを慎み、 犯した罪の万分の一にても償い、深く社会に陳謝するよう、社会の人、その罪を憎みて、その人を憎まず。水野三郎、毒後必ず焼却のこと、封筒もともに焼却してください。必ず。これが手紙の全文でございます。 私は水野さんがもともとお金持ちの育ちだったことを忘れていました針のむしろの一日一日が過ぎてもうこんなに涼しくなってまいりました今夜は父がどうもこんなに伝統が暗くては気がめいていけないと申して六畳間の電球を五十色の明るい電球と取り替えましたそうして親子3人 明るい伝統の下で夕食をいただきました。母は、ああ、まぶしい、まぶしいと言っては、箸持もつ手を額にかざして、大変うきうきはしゃいで、私も父にお酌をしてあげました。私たちの幸せは、所詮こんな、お部屋の電球を変えることくらいのものなのだ、と、こっそり自分に言い聞かせてみましたが、そんなにわびしい気も起こらず、 かえってこのつつましい伝統をともした私たちの一家が随分きれいな走馬灯のような気がしてきて「ああのぞくならのぞけ私たち親子は美しいのだ」と庭になく虫にまでも知らせてあげたい静かな喜びが胸に込み上げてきたのでございます。